トラスケットの今、タイガースの助っ人外国人には記録に残る大成績を残した助っ人外国人や、はたまた全く結果を残せないハズレ助っ人と呼ばれる選手たちがいます。今回の動画では阪神ファンの記憶に残る助っ人外国人の阪神退団後と今について取り上げていきたいと思います。プロ野球考察チャンネルでは主に阪神に関する動画を投稿していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。ロザリオ選手は韓国リーグで2年連続3割30本100打点を記録し、阪神歴代外国人の1年目としては最高年俸の3億4000万円で契約、鳴り物入りで阪神タイガースに入団しました。春季キャンプでは紅白戦や練習試合で3試合連続のホームランを放ち、打撃練習では150メートルのバックスクリーンを破壊する特大ホームランを打ちました。金本監督をはじめとした首脳陣や阪神ファンはロサリオ選手に高い期待を寄せましたが、いざシーズンが始まると外角のスライダーに翻弄され、期待外れの成績となってしまい、1年で阪神タイガースを退団となってしまいました。しかしロサリオ選手はとても真面目な選手で、どこか憎めない阪神ファンの方も多かったかなと思います。子供の頃に夢中になったものが勉強というほどです。阪神退団後の2019年、ロサリオ選手はツインズとマイナー契約、マイナーリーグではクリーンアップとして活躍し、打率3割20本のホームラン、91打点と好成績を残し、チームの MVP に選ばれました。しかしメジャー昇格がないままチームを退団することとなりました。メジャーの厳しさがここに現れています。翌年2020年にはメキシカンリーグのクエブラ・パロッツというチームと契約、31試合に出場し、打率3割1分9厘5本塁打17打点の成績を残していましたが、7月13日に自由契約となりました。最近はロサリオ選手のインスタグラムに母国ドミニカのオリンピック銅メダルを祝福する投稿や、プロ球団からのオファーを待ち熱心にトレーニングをしている様子が投稿されており、投稿のコメントにはチームに空きが出たら私が入り活躍をするという意気込みが書かれていました。ブラゼル選手は2009年シーズンから2012年シーズンまでの4年間阪神に在籍し、2010年にはホームランが出にくいとされる甲子園を本拠地としながら47本のホームランを放ちました。ホームランを打ちベンチに戻り祝福を受ける際にはブラダンスというホームランパフォーマンスも話題となりました。活躍を受け8000万円だった年俸が2億円プラス出来高と大幅に向上しました。しかし翌年2011年、この年から導入された統一球によってほとんどの選手のホームラン数が減少。ブラゼル選手も例外ではなく、シーズン通してのホームラン数は16本と前年度のおよそ3分の1のホームラン数となってしまいました。2012年は城島選手や新井貴浩選手の一塁起用が増えたことでブラゼル選手の出場機会が激減、オフに自由契約となりました。阪神退団後の2013年、シーズン途中からロッテに入団し62試合に出場、ホームラン11本とロッテでも長距離砲として活躍をしました。2014年オフにロッテを退団し、2015年8月に現役を引退しました。2016年の投稿ではブラゼル選手の息子のミドルネームをなんと甲子園と名付けており、阪神への特別な思いが現れています。引退後は主に妻が手掛けるピラティススタジオという体のエクササイズを手掛けるジムを3店舗経営しています。その傍ら3人の息子たちを育てるイクメンパパとして活躍をしています。ブラゼル選手はこのピラティススタジオをいつか日本でも開きたい、しかも関西でという自身の夢を語っていました。現在も日本のプロ野球を気にかけており、2021年5月23日にブラゼル選手はロッテ戦の様子を投稿していました。虎の安打製造機として6シーズンにわたり阪神タイガースで活躍をしました。マートン選手は当時阪神タイガースのスカウトを務めていたアンディ・シーツの推薦を受け獲得に踏み切ったという経緯があります。2010年に記録した214の安打数は2021年時点でもセリーグ最多安打記録となっています。マートン選手は非常に真面目な性格の持ち主で、試合中にノートを広げ相手ピッチャーの情報を記入していました。 I don't like 能見さん、このフレーズに聞き覚えのある阪神ファンの方も多いかと思います。この発言を取り上げたエッセイがなんと近畿大学の入学試験の問題に採用されていました。能見選手との不仲が囁かれましたが、この問題発言の翌年マートン選手能見選手の2人がお立ち台に上がった時にはマートン選手が能見さん愛していると言い、能見選手と熱い抱擁を交わしました。マートン選手は日本球界のあるルールの制定に間接的に影響を与えました。そのルールはホリジョンルールです。ホームプレーで捕手にタックルすることがたびたびあり、相手捕手を負傷退場させたことからホリジョンルール導入がより一層議論されるきっかけとなりました。阪神退団後は
シカゴカブスとマイナー契約。 3A の試合で打率3割1分4厘を記録しましたが、メジャー契約には至らず FA となりました。カブスを FA となった後、デトロイトタイガースとマイナー契約、公式戦を7試合出場したのみで4月17日に契約を解除されました。この年にマートン選手は現役引退することを決め、阪神タイガースにも引退報告をしました。引退後は古巣カブスのベースボールオペレーション補佐に就任。仕事内容はマイナーリーグの参加球団への巡回指導やドラフト会議に向けたアマチュア球界のスカウト活動など、フロント業務で様々な役割を担うことです。2018年には関西地方で起きた大阪北部地震や台風での被害を受け、マートン選手はプロ野球シーズン中の9月に来日。マートン選手滞在中は被災地域の一つでもある大阪府茨木市で開かれた少年野球教室に阪神時代のユニフォーム姿で参加しました。2020年には YouTube 向けの動画を制作するファンメイクのアンバサダーに就任しました。マートン選手の日本への思いは薄れておらず、マートン選手のツイッターでは日本語で原爆を追悼する投稿やオリンピックでの日本代表の活躍を称える投稿が見られます。一番最近の投稿では家族との素敵な写真が投稿されていました。ゴメス選手は2013年11月に阪神タイガースと年俸1億2000万円で契約。 3A で数年間成績を残していましたが、メジャーに上がることができず、モチベーションの維持に苦労していた矢先の阪神からのオファーだったため、ゴメス選手は阪神と契約したことについて本当に嬉しいと語っていました。開幕投手はゴメス選手のイニシャルと同じという理由だけでマイク・グリーンウェルの再来と揶揄されていました。しかし勝負強い打撃からシーズン100打点を達成し、打点王のタイトルを獲得しました。クライマックスシリーズファイナルステージの巨人戦では4試合で8打点を記録し、日本シリーズの進出に大きく貢献しました。入団2年目の2015年には試合前のフリー打撃中、私物のドローンを操作し、阪神球団から厳重注意を受けるということがありました。翌年2016年、ゴメス選手は阪神を退団しました。退団後は韓国リーグのサムスンライオンズとの入団交渉が進められていましたが、メディカルチェックを受けられる体の状態ではないとメディカルチェックを拒否したため破談となりました。2016年オフにはドミニカウィンターリーグのレオネス・デル・エスコヒードに所属していましたが、16試合に出場し、打率1割2分1厘、0本塁打、2打点という成績でした。これ以降はどこかのチームに所属しているという情報はありませんでした。おそらく引退をしたと思われます。2018年オフにはマルテ選手の入団交渉の案内役を務めました。ゴメス選手の役目は阪神の球団スタッフを空港からマルテ選手の滞在地まで運ぶ運転手としての役割です。ゴメス選手の現在についてですが、ゴメス選手のツイッターを見つけましたが、最終投稿が2014年と情報収集ができませんでした。2010年から2019年までの9シーズン阪神に在籍し、レジェンド級の助っ人外国人であるメッセンジャー選手、来日当初はセットアッパーとして期待をされていましたが、なかなか思うような成績を残せず、チーム事情もあり先発に転向。先発では9シーズン中7シーズンで2桁勝利を記録し、阪神先発投手陣の柱として長年活躍をしました。ただ審判との相性が合わないことや大量失点を受けた際に気持ちのコントロールが難しくなることがたびたびあり、2015年4月23日の試合では明らかに打つ気のない超脱力打法を披露していました。阪神タイガースでユニフォームを脱ぐ決断をしたメッセンジャー選手のその後について、阪神はメッセンジャー選手に引退後のポストを用意していましたが、その選択肢を選ばずにアメリカに帰国することとなりました。とにかく家族とゆっくりしたいとコメントを残しており、メッセンジャー選手は自分自身のキャリアのために子供たちを犠牲にしてしまった、これからは娘と息子たちにいろいろなことを教えてあげたいと家族への強い思いを語っていました。退団後しばらくは故郷小型州で家族との時間を大切に過ごすとのことです。ジョンソン選手はたった1年の在籍でしたが、レベル違いの活躍を見せました。阪神に在籍していた2019年シーズン、58試合に登板し、防御率 1.38、 自責点はわずか9点と圧倒的すぎるピッチング。開幕戦から16試合無失点を記録、阪神外国人投手の開幕からの連続無失点記録を更新しました。ジョンソン選手の阪神退団後ですが、メジャーリーグのパドレスに2年総額500万ドル、日本円でおよそ5億5000万円で契約。メジャー復帰1年目は持ち味のカーブを武器に24試合に登板し、防御率 2.70 と
メジャーでも活躍をしており、今シーズンはダルビッシュ選手とチームメイトとなり53試合に出場し、防御率 2.83 とパドレスブルペン陣を支えるピッチングを見せています。ジョンソン選手のように阪神を経由してメジャー復帰という選手が増えていけば、阪神に加入したいという有望な外国人が増えていくと思います。本日の動画は以上です。阪神に強い思い入れのある助っ人外国人が多かったかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。